第653重戦車駆逐大隊は、第二次世界大戦時に編成された、ドイツ国防軍陸軍直轄の重戦車、駆逐大隊である。フェルディナント、エレファント及び、ヤークト・ティーガーを運用し、東部戦線、イタリア戦線、西部戦線で戦った。第653重戦車駆逐大隊は1943年3月31日に、 第百九十七突撃砲大隊から改編される形で編成された。第百九十七突撃砲大隊は九百四十年に編成された突撃砲大隊でスリーゴー突撃砲を装備しユーゴスラビア進行戦や東部戦線で戦っていた部隊であった。第六百五十三0戦車区地区大隊編成時の装備は v k 四千五百一ポルシェティガーの車体を 流用して開発された重駆逐戦車フェルディナント45両であった。第653重戦車駆逐大隊は、同時にフェルディナント44両装備の大隊として、編成された第654に戦車駆逐大隊、及び、同時期に開発された4号突撃戦車ブルムベア42両を、装備する、第216突撃戦車大隊。 スリー号戦車10両とボルクバルト436両から構成される第313無線操縦戦車中隊。スリー号突撃砲10両とボルクバルト436両から構成される第314無線操縦戦車中隊とともに第65060戦車駆逐連隊を構成し1943年7月のツイタデレ作戦へ投入された。 イタリア戦線において撃破されたエレファントツィタデレ作戦直前の1943年7月4日には計89両のフェルディナントが連隊に配備されていたが8月1日時点で39両が失われ残存者は50両に損耗していた8月26日になると第656重戦車駆地区連隊はドニプロペトロフシクまで交代し この際損耗の激しかった第654エ、戦車区地区大隊は残存車両を第653重戦車区,地区大隊に引き渡しやアクトパンターへの装備改変のため一旦後方へ撤退した。第653重戦車区,地区大隊はこの後もフェルディナントの修理をしながら戦闘を継続し11月時点で 敵戦射撃波数は582両となったが、稼働状態のフェルディナントが10両起きる状態となっており、11月29日をもって休養及び、車両のオーバーホールのため製法のザンクトッペルテンに撤退することとなった。第653重戦車駆逐大隊のフェルディナントの残存車両は1944年2月にかけてオーバーホール及び回収が行われた。 この改修とほぼ同じタイミングで、ヒトラーの命令により、エレファントに名称を変更され、大隊に復帰した。1944年1月22日に、連合軍がイタリアのアンチをー及びネットーノへの上陸作戦を観光し、これに対応するため、改修を終えたエレファント11両を装備した第650三重戦車地区大隊。 1> 第1中隊が急遽派遣されることとなった。第1中隊は2月後半から熱ッので連合軍との戦闘を開始した。第653重戦車区地区大隊の大隊本部及び第2中隊、第3中隊はエレファント31両を装備し1944年4月に東部戦線に復帰し北ウクライナ軍集団の第 9SS 装甲師団 ホーエン・シュタウフェンの指揮下に入った。1944年6月になると、イタリア戦線では、ローマが連合軍によって解放され、第1中隊のエレファントは2両となっていた。6月26日になると、第1中隊の要員の一部は、第2中隊、第3中隊に合流し、また一部は、ザンクトペルテンの宿営地に移動した。 1944年7月にはソ連軍の大規模反抗作戦により第653重戦車区地区大隊の損耗も激しくなり7月末にはエレファントの残存数は14両にまで低減しておりいずれも修理の必要な状態であった8月に一旦交代して車両の修理が行われ9月には14両のエレファントを持って 第653重戦車駆地区大隊は、英軍集団霊下の第17軍の指揮下に入った。この際、エレファントの保有数が少ないことから第2中隊、第3中隊は1個中隊に統一された。1944年10月になると、第653重戦車駆地区大隊に対して、ヤークトティーガーへの装備改変命令が出された。これに対し、エレファントを保有している。 第2中隊は12月には、第614名、戦車区地区中隊と解消され、第653重戦車区地区大隊と分かれ、引き続き東部戦線で、ドイツ軍の交代を支援することとなった。第614名、戦車区地区中隊はこの後、1945年4月には、最後の4両のエレファントを持って、ベルリン防衛戦に参戦した。 ドレーヌで撃破された第一中隊のヤークト・ティーガー。1945年1月。1944年10月にヤークト・ティーガーへの改編命令を受けた第653重戦車駆地区大隊の機関要員は西部戦線に移動した。ヤークト・ティーガーへの装備改編後、1945年1月に第一中隊は西部戦線北部の 第15軍の指揮下に入りラインの守り作戦に投入され、第3中隊は西部戦線南部の第 17SS 装甲的弾兵士団ゲッツフォン、ベルリヒンゲンの指揮下に入りのルトビント作戦に投入された。1945年2月には第1中隊、第3中隊はプファルツのランガウで合流し、2月末にはヤークトティーガーの保有数を41両まで、 増強した。4月には、第653重戦車駆地区大隊は、アメリカ軍と交戦しながら、オーストリアに交代し、オストマルク軍集団の指揮下に入り、リンツで終戦を迎えた。前述のように、第653重戦車区大隊の主要装備は、フェルギナント、エレファント、ヤークト・ティーガーであったが、この他にも、大隊独自の特殊な支援車両や、 改造車両を運用していたことが知られている。複雑な機械構造を持つフェルディナンとエレファントを前線で修理しながら戦うという特性上第653重戦車駆逐大隊には工作用重機材やそれを使用するエンジニアが充実しており、このことから大隊独自の改造車両の運用が可能であったとされている。ありがとうございます。